こんにちは、ベイプラブです。諸君、ごきげんよう、卵閣下でーす。ポンちゃんは撮ってます。今日はですね、2周年記念のこの大抽選会のくじ引き、を行うといったですね、目玉焼きチャンネルさんの方で、不正を監視すると、お前らいいようにやるんじゃねえかということなので、このように証拠的な部分で、動画を撮られています。そういう理由だったの、ね、そう、なんで我が輩ここにいるのかよく分かってない。いや、不正監視かけです。あ、なるほど。じゃあもうずっとずっと見てる。一切やらせができません、まあ、やるつもりもないんですけどね。不正は許さない。なので、今回あの店長も引かないというこの、まあ、そういえば店長いないっすね。まあ、今日は一応お店が休みなので、はいはい、まあ、普段あまりお店にいない、ちょっとあのアンダーグラウンド的な活動をしている、私が見たことある人も多分いると思うんですけど、もしかしたらもうバレてるかもしれませんけど、抽選をしたいと思います。でお前本当にスタッフかってこう疑問に思う方もね、いらっしゃるかもしれないですけど、お前誰だと。スタッフですじゃなきゃここには入れない今日はねお店休みなんでね、鍵を持ってるっていうことで、まあ、判断してもらえればいいかなと思います。お店の BGM も止まってますからね、そうですね、はい、ではじゃあ早速、抽選の方行きたいと思います。イエイよっ、いいこと。まずはこの、何でしょう、お店の方から出てきたチューブかな、これは。これは、ギークですね。ああ、はい、このものですか。はい、ギークベープよっ。メカもっとですね。そうですね、一応メカですね、はい、なので使い方はあのきちんとあの気をつけてください。ではこれいきます。いきましょう。お、こちらですね。ふっ、ちゃちゃっと、あ、ちゃちゃっとやって、じゃあ見ながら引かないかも。あ、一緒だ。100番。あ、大丈夫、映ってますね。100番の方、ね、はい、おめでとうございます。おめでとうございます。お名前の方は、一応、まあ、いろいろ、まあ、うん、いろいろあるんで言いませんので、この100番持ってる方、これだよ。なんかあれですよね、半券を持ってくれば交換するんで、ね、交換しますんで、はい、これはじゃあ100番の方。そのダイレクトに貼っちゃうんですか大丈夫です。ちょ、これ、じゃあ、はい、監視係で助手だから。そう大丈夫か、ね、今不正なかった、大丈夫。今ずーっと怪しいから、怪しいからね、ちゃんと見てて。次ですね、どっちが怪しいか、両方だアイスベイプさんから提供していただきましたロックとソーマン T シャツですね。アイスベイプさんですね、はい、これもアイスさん、こんな感じです。ほう、いいですね、いいですね。で、ロックがというかね、意外と、まあ、正直あんまり応募はなくて、案内あったかどうか知りませんけど、実はあのいっぱいあるのね。ソーマが2枚、ロックが1、2、3、4、5枚あります。全部で7枚なんですね。でこれ、ま、若干見たところなんかもしかして抽選いらねえんじゃねえかなみたいな。一応カメラで映してみて、7枚入っちゃうね、大丈夫。少ないね。なので、サイズは正直もう分かりません、うん、なので、もうお店に来た人が好きなものを持っていくという形で先着順ということで、なんかさっき見たら M サイズが多かったですね。ちょっと待ってくださいね。何枚あるか、C? あ、ぴったり、全員当たり、おめでとうございます。これ全員当たりです。なるほど、これはちょっとあれですね、取るのなので、いいですか、これ、はい、取っちゃう。はい、こんな感じです。136番、105番、218番、111番、219番、217番、181番の方です。おめでとうございます。はい、よっ、よいしょ。抽選の意味がない。 S、M、S、L、M、M、M、 M1 枚です。
あ、M1 枚。はい。まあポンちゃんどうせ切れないけどね。あ、うん。うん、このサイズは。で、これでよろしいですか。はい。じゃあ次これは何でしたっけ。はい、アトマイザーですね。よっ。お、いいぞいいぞ。順調に進んでいます。ワスプナノ RTA。ブラックですね。これはね空いてるんで。あ、行っちゃいましょう。こちらですね。お、あ、ちょっと。はい。どうしようかな。ワスプナノ RTA、はい、とこの UU ね、RTA アトマイザー UU919 なんだこれ、なんだこれ、なんだこれ初めて初めて見るんです。いいですか、はい、UU919 としか書いてないね、はい、まあ、タンクですね、こんな感じです。まあまあまあこれはまあまあ入ってます。だからそうですね。じゃあこれはじゃあ一個ずつ行きましょう。え、じゃあどっちから行きますか。まずじゃあ UU から、 UU から行きますか。 UU から行きましょうか。 UU の方、はいはい、ちゃんと監視して、はい、お、99番、99番、おめでとうございます。これ貼っちゃって大丈夫ですね。よろしい、次ワスプナノ、ワスプナノ、お、220番、220番の方、おめでとうございます。はい、よっよっよっ、じゃあどんどん行きましょう。どんどん行きます。じゃあ貼っちゃおうかな、これ貼っちゃいましょう。ちょっとでもベタッと、はい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 、じゃあ次トロイのビルドマット。おお、トロイのビルドマット、これ非売品です。お、これ可愛いね。2本前回キャンペーンもやりましたけど、これ売る予定はないっていうか売れないので、まあ、ちょっとこんな感じで。おお、可愛い、しっかりしてる、しっかりしてる、あ、ペラペラじゃない、ペラペラじゃないですねちなみにこれは4店舗合同イベントのビルドマット、ね、ああ、これそうですね、これね、はい、この前ね、まだね取りに来てない方いれば早めに、早めに、いい感じ。トロイのビルドマットいいね。これデザインいいですね。可愛いです。じゃあ参りましょう。行きますよ。着っていきますね。はい、15番。1枚目は15番の方、おめでとうございます。ともう1枚。48番、15番と48番の方ですね、はい、おめでとうございます。ありがとうございます。はい、はーい、はい、ここはもう完全に助手だ、はい、監視しながら助手をする。じゃあ続いて、ウェイク、ウェイクモッド、ウェイクはビッグフットですね。でもこれいいよね、これいいやつね。よいしょ、なんだっけ、あそこと一緒だね、あそこのデザイナー、ね、デザイナーが一緒ね。あ、そうですね、トットあそことね、そのとデザイナー同じ、開いてないです、開いてないです、開いてないから、そのその青いやつですね、はい、中身これですね。まあ、ちょっとねデザインがおしゃれで200ワットまでできますから、デュア、まあデュアルですね。電池はついてませんので、電池はお買い上げいただければと思います。これは欲しい人結構いるんじゃないですか。これですね、まあまあ、うん、まあまあ入ってるね。じゃあ行きます。はい、はい、はい、お、215番、よお、おめでとうございます。おめでとうございます。嬉しいね。さすがですね、はい、はい、はい、続いては、まあ、うちの看板かな、リロード RTA、SRTA ですね、の最新のカラーですね、赤、4月に発売されたばかりですね。おー、そう、かっこいい、よろしいですか。はい、監視してる。お、
197番。はい、197番だ。おめでとうございます。おお、あれな、尺的にだいぶコンパクトに収まってしまいそうな動画かなこれ。え、じゃあなんかの伸ばす。いや大丈夫。あ、大丈夫。練習が大変な。これ出た最後。これちなみにあのルータさんのね、アートワイヤーですね。これは商品ではないですよね。商品ではないです。ないですね。もうすごいよねこれ。綺麗。最後はこちらですね。大物。ちょっと寄りましょうか。申し訳ありません。あれまだちょっとですね、商品がいろいろありまして届いておりません。大人の事情がいろいろありまして。ちょっと今アップしてますね。ただ、まあ、こちらはプロトタイプになるので、あ、ちょっと違うんですね。そうですね、若干これよりも一回りこの切り欠きの部分ぐらいですかね、小さいものが。でこのチューブの部分も、ウッドでこうあのカバーしてあるものがきます。でもうちょっと明るい感じの色ですね。お店の公式で写真を上げてますんで、それが実際に届きます。でこちらあの MBL さんっていう、うん、Facebook のグループでやられている方で、店舗で販売はしておりませんが、その方に、紹介することはできますので、まあこれで興味あってちょっといろいろとこう気になるんだけどっていう方いらっしゃいましたら、お店の方に言っていただければ、その辺はおつなぎします。結構お高いんですよね。そうですね、結構すると思いますよ。でもそこまでではないと思います。まあその辺も直接聞かれた方がいいかなと思います。まだしばらくね、多分展示してると思いますので、気になる方はじゃあお店の方に来ていただければ、ね、実際に物を見ることもできると、はい、おー、それすごい量だね、それ山盛りすごいね。あっ、じゃあ最後になりますから、行くよ、これメインをルソー見に行くよ。じゃあ俺のも入ってるからね。俺のも3枚入ってるから。いや、俺も実は3枚入れてる。いや、実は我が輩も。いやこれ出たら私のだから。私の不正はないからね。いや、まあ出たら捨てます、それは。え、ん、よし、やろう。よしシェイクシェイク。いや、もうすっげえ食うから。あ、なるほどね。はい自分のやつを上にこう。なるほど。よし、こんな感じかな。無駄だって。はい、おお、じゃあいきますよ。なるべくちょっともうちょいそっちこう見切れちゃうからさ。はい、よろしくお願いします。はい、見ない。あ、いいですよ。77番の方、おめでとうございます。いやこれすごい強運っすね。ね、77、いい番号だもんね、しかも、ね、あれ俺77じゃなくて、ラッキーセブン、あれ、77、いや全然違う、違うと思うな、桁が1個多かった気がする。近いよ、ほら144番。お、近くねえよ。半分ね。なるほど。じゃあこれで今回終わりですかね。ですね、これで、全ての景品が、抽選終わったので、明日以降、お店の公式アカウントから当選番号の発表、商品何番が何番の方当たってますっていう。ああ、なるほど。ちょっとね、ツイッターやってない方とか名前とか書かれてる方もいるんで、まあ必ずこの対になる同じ番号の件を抽選が終わるまでは大事に持っててくださいっていうお話はしてるはずなので、それを持ってお店の方に、まあゴールデンウィークにね、ちょっとじゃあなんか取り行くかみたいな感じで来てもらえれば
いいかなと。ついでになんか買い物してけよと、はい、いやそれは店長のあ店長の主張ですねだと思いますんで。なるほど、あの2周年記念大抽選会ですね、うん、の、不正監視動画、うん、不正は許さないこれで、終了と。一応書くか、大丈夫ですか、不正なかったですか。ああ大丈夫、我が輩があった場合これもう一回やればいいんですけど。もう一回やるじゃん。いやいいいい、いやいやいや、それこそ77番の人泣いちゃうよ泣いちゃうよね。よかったですね、はい、それでじゃあ後藤選手の方おめでとうございます。はい、じゃあかっこ最後締めの言葉。あ、じゃあ締めの言葉、締めの言葉まあ今言ったけど、今言ったけどだからかっこの締めの言葉。ああそういうこと、うん、あいつもの締めの言葉。あ、うん、諸君ありがとうございました弱い今日ご視聴ありがとうございました。